1.14機動隊襲撃事件または、モータープール警備部隊襲撃ゲリラ事件は、1987年1月14日に、千葉県芝山町、菱田地区で、千葉県警機動隊が、河老京狭間派のゲリラに襲撃された事件。機動隊員3人が重軽傷を負った。政府が強引に、新東京国際空港建設を進めたことに橋を、発し、地元農からは三立化。 芝山連合空港反対同盟を結成し、三里塚闘争が発生した。闘争初期においては空港に隣接する菱田地区も激しい空港反対運動を行った地区の一つであったが、空港が共用を開始し反対運動が長期化するにつれ、次第に闘争の方向性をめぐって反対同盟内で足並みが乱れてくるようになった。他方、政府は、 自治体の要請等を受けて、空港周辺対策事業を進めることとし、その一環として、成田用水事業が実施されることとなった。他日伝の排水機能確保が、積年の課題であった、菱田地区の農家はその受け入れに傾いたが、幼稚内農家が強固に反対したため対立を深め、最終的にほとんどが、反対同盟を離脱した。 1983年に反対同盟は北原派と厚田派とに分裂したが、そのどちらもが成田用水に反対しただけでなく、反対同盟を支援する審査翼党派が用水受け入れを表明した農家を激しく攻撃し、外戦者やビラによる誹謗中傷だけでなく、田畑を荒らすなどの実害も与えた。成田用水事業そのものに対しても工事への妨害や、 施設への放火等が繰り返されたため、機動隊による警備が行われた。事件翌日の各市の報道に基づく事件の概要は以下の通り。当時、菱田地区で成田用水工事が進行しており、県警の第二機動隊が付近を警備していた。1987年1月14日午後3時40分頃に、 空港から約2キロメートル南東に離れたところにある県警警備車両用のモータープールに向かって、ほろつきトラックが猛スピードで接近するのを見張りの機動隊員が発見、通報した。急遽機動隊が警備車両で阻止線を作ったところ、2台のトラックから黒ヘルメットをかぶりタオル等で覆面をした男30人ほどが降り、 火炎瓶を投げつけながら鉄パイプやバールで殴りかかってきた。ゲリラは3分ほど機動隊と乱闘した後、再度トラックに乗り込んで逃げ去った。この時、犯行グループの一人が消火器を改造した火炎放射器を機動隊に向けて発射した。また、別動部隊が火炎瓶を道路に投げつけるとともに道を塞ぐ形で止めた別のトラックを炎上させ、逃走を手助けした。 県警は緊急配備を発令し、カトリ群タコ町内などで3台のトラックを相次いで発見。トラックからは追跡するパトカーに火炎瓶が投げつけられ、その隙に犯行グループは少人数ごとに分散してトラックを降り、逃走した。午後4時20分頃、タコ町の農道に乗り捨てられたトラックが次元発火装置で炎上した。 犯行グループの多くを取り逃がしたが、県警ヘリ、カ、トリトパトカーの連携等により、県警は4人を、狂気準備集合罪及び、火炎瓶取締法違反等で、現行犯逮捕した。この事件で、機動隊員3人が負傷し、うち1人はバールで胸を刺されて、重傷を負った。成田空港問題関連で、機動隊員が負傷したのは、 1979年12月16日に成田市の下平で火炎瓶による襲撃を受けて以来、また警備車両の全面が焦げたほか工事業者の台車や車両が破損した。犯行グループは約100本の火炎瓶を投げつけたが事件現場ではさらに未使用の火炎瓶約30本が入ったビールケース2箱が残っており、見張りの通報や 機動隊の初動が遅れていた場合、さらに被害が甚大化していた可能性がある。犯行に使われた4台のトラックは、栃木県で盗まれたものであった。また、犯人らが着用していたヘルメットも、国鉄や NTT から盗まれたものとみられる。この日逮捕された4人は、氏命等を目撃したが、県警は、犯行の手口から川わろ強狭間派によるものとみて、捜査を進めた。 河老京狭間派は帰還し、解放で犯行声明を出した。最終的にゲリラ部隊のうち8人が逮捕され、4人が実刑判決を受けた。ありがとうございます。